負けた鈴村さんチームはですね、メロキュンワードの披露をお願いします。はい、さあボックスが出てまいりました。そして今年からお立ち台方式でございます。後ろに並ぶのは禁止でございますからね。はい、早いですね。早いですね。早くないですか、やっぱリーダーとして先に見せとかないとなと思って、こういうことは。リーダーだから。はい、お手本も、はい、カウントされない感じですか。ええ、はい、では、なるほど。よろしいですか。では、ハンドルネーム、そして作品、キャラクター名をお願いします。もう始まってんだ。ハンドルネームは、サンゴさんからいただいています。ニル・アド・ミラリの天秤、黒百合炎陽炭。キャラクターは、右はしずる。で、やってみようと思います。それでは、メロキュンワード、お願いします。こんにちは、マドモアゼル。今日も可愛いね。でも心配だな。君は、僕だけのお姫様なのだから、他の男なんか見ないで、僕だけを見つめておくれ。おしまい。はい、ありがとうございます。すごい、やりきった顔されてる。大事に行きましたね、大事にね。だって噛んだら終わると思ったんで。そうですね。はい、じゃあ続いてはゆずさんですね。はい、そうです。はい、ではハンドルネーム、作品、キャラクター名をお願いします。ハンドルネーム、トノさんからいただきました。ノルンノレット、鏡いつきです。ではメロキンワードお願いします。ほーら、こっちに来て。俺は夢でも現実でもずっとお嬢さんに触れていたいんだ。抱きしめてキスして、このまま夢か現実かわからなくなるくらい愛してあげる。大好きだよ。おしまい。はい、ありがとうございました。さあ続いては緑川さん。はい、はい、かわいいまんまですからね。ではハンドルネーム、そして作品名、キャラクター名をお願いします。はい、ハンドルネーム、ヒイラギアカネさん、ありがとうございます。タイトルはデオリック。ああ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 あ。はい、ハンドルネーム、作品名、キャラクター名をお願いします。ハンドルネーム、まゆきさんからいただきました。本当にありがとうございます。タイトルは、ディアボリックラバーズ、ロストエデン。キャラクターは、もちろん、昨日をやらせていただきます。大事に喋ってますね。そんなキャラでしたっけ？セリフはちゃんとやります。それでは、メロキュンワード、お願いします。なんかもう、あんたの相手するの疲れちゃったなんてね。嘘だよ。僕があんたにどんだけ夢中だと思ってんの。大好きだよ。おしまい。はい、ありがとうございました。いやいやいや、さあカッキー。カッキー、噛んだら後ろになるからね。そうだよ。この調子でいくと、噛むと最後になるからね。あと、うん、本当にこれだけやらせてください。最後になれるよ。本当やらない。では、ハンドルネーム、作品名、はい、キャラクター名をお願いします。はい。ハンドルネーム、みゆきさんからですね。タイトル、クラップル、タイのラブ&パニッシュファンパーティー。いい発音。キャラクターは、リオ。それではメロキュンワードお願いします。はいはい、先生。俺ちょっと先生に言いたいことがあるんだけど。さ、なんで先生はそんなに無防備なの。俺だって男だよ。
そんなに可愛いところばっかり見せられたら、いろいろ、危ないじゃんか。危ないじゃんか、つってんじゃん。すいません、柿原さんもやっぱり、やっぱり、ごめんなさい。俺、やっぱり今、ごめんなさい。いや、俺、これか、これ、カッキーの味なんすよ。俺の味、いや、カッキーの味なんすよ。完全に、柿原くんの味なのに。危ないじゃなくて、危ない。完全に危ない。カッキーの味なんですって。丁寧にやればいいんですよ。あいうようが吐き食ってもになっちゃうみたいな感じ、やめてください。なんでね、ハンドルネーム、作品名、キャラクター名お願いします。いきます。ミルアードミラリの天秤、黒ゆり炎陽丹。キャラクターはクイナ。ハンドルネームはリンさんから。はい、ではメロキュンワード、お願いします。ちょっとだけ深呼吸していいですか？一回だけ深呼吸していいですか？ありがとうございます。大丈夫です。メロキュンワード、お願いします。俺といつも一緒にいるペリが羨ましいだって？かわいいこと言ってくれるな。俺はいつでもペリ以上に、お姫さんをめでる準備はできてるぜ。おしまい。はい、ありがとうございました。さあ、では、緑川さん。ハンドルネーム、先ほどは一番年長者なのに、みっともないところをお見せしてしまい本当に申し訳ありませんでした。再びやらせていただきます。では、ハンドルネーム、作品名、キャラクター名お願いします。はい、ハンドルネーム、ヒイラギアカネさん。タイトル、ディアボリックラバーズロストエデン。キャラクターは坂巻彩人。それではメロキュンワードお願いします。バーカ、お前が一番可愛いって言ってんだろ。だからお前の血たっぷり吸わせろよ。おしまい。ありがとうございました。達人だな。いやすごい、匠の技。さあ、柿原さん、お願いします。鳥、はい、でございますね。気をつけろよ。気をつけろ。安心して。もう後ろに行かなくていいから。はい、リラックスして。ね、リラックスして。はい。ハンドルネーム、はい、作品名、キャラクター名をお願いします。はい。ハンドルネーム、みゆきさん。タイトル、クラップ、カインドラブ&パニッシュファンパーティー。キャラクター、リョウ。それでは、はい、メロキュンワード、お願いします。はいはい先生、俺、ちょっと先生に言いたいことがあるんだけど。さ、なんで先生は、そんなにムーブプンプン。アウトー。はい、こっから、入場から、入場から。俺もうこれ、さっき終わったもん。途中からでいいじゃん。はいはい、ダメ。いけると思ったの。いけると思った。じゃあ続いて、カッキーか。そうですね、カッキー。もう編集もねえか。じゃあ、カッキー鳥だから。カッキー鳥だからね。はい。ハンドルネーム、作品名、キャラクター名をお願いします。はい。ハンドルネーム、みゆきさん。タイトル、クラップ、カイヌラブ&パニッシュファンパーティー。キャラクター、りょう。はい、それでは、メロキュンワード、お願いします。はいはい、先生、俺、ちょっと先生に言いたいことがあるんだけど。さ、なんで先生は、そんなに無防備なの？あ、俺だって男だよ。そんなに可愛いところばっかり見せられたら、いろいろ、危ないじゃん。ほんと、俺が狼男だってこと、忘れないでよね。本当におしまい。はい、ありがとうございました。お見事でした。さすがや。さすがガッキー、ありがとう。素晴らしい。
はい、では皆さん一度席立ってください。はい、はい、ということでいかがでしたでしょうか。楽しかったです ね。はい、はい、以上一皿に思いを込めてオトパワンプレートでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。